間の8割減の語彙力でお届けしてますからね。でもとりあえずもう初めての田植え、だったんで、とにかく楽しく終えることができました。もうすでに筋肉痛ですけど、ちょっと駅までの階段を上がるのも、もうなんかこう、なんですか、お酒で酔っ払って落ち込まない。いや、筋肉痛です。痛いですから、はい、膝下と腰と痛いですから。完全に酔っ払ってる。痛いね、本当にやばい痛みがあります。筋肉痛です。ですが、あれが米になると思ったらもう楽しみでしかないので、なんか一本一本頑張れよって思いつつ、たまにちょっと昼に出会ってあーって思ったりとかもしましたけど、いや、良かったです。せっかくの休みを騙してしまってすいませんでした。いや、まあ、だってなんかもう信用ならないなんかあるもん。なんかあるじゃん、もうあるじゃん。きっともう何かあるよ、今後。みやさんが、市場って、ご飯行かない？何時？って朝10時って言われたら、もう絶対なんかある。夕飯食わないだったら全然多分普通ですけど、何時ですかって朝10時って言われたら、もうなんかいろんなあらゆる可能性を考えて、なんか服3数分ぐらい持っていくって感じですね。でも、もうとりあえず田植えは、やった方がいい。だって茎もやった方がいいけど、次やるとなったら1年後とかだから、とりあえず稲刈りにみんなで来れたらいいなっていうのと、まあただ刃物を出すけど、いけない人が来てくれる。時期的に？いや、刃物を出すけどいけない人が来てくれるじゃないですか。刃物？刃物。あ、刃物を持たせちゃいけない人が一人。いますね。いますね。どうしよう、なんか鉢巻きでも任せてこう応援させようか。まあそれはまだ時間があったら考えますから。待って、明らかに稲刈りをするまでにちょっと刃物上手くなってきてって言って上手くなる気配はないもん。絶対ないね。ないもん。いや、あれはもうどうしようもない。もうだって事故るみたいしか見えない。だったらもうなんか潔く応援に回っていただいて、松明かなんかこうやって食べる専門になっちゃう。食べに来るだけか。ああ、それダメ。私が頑張って植えた苗を、だってその日食べれませんからね、稲刈りしてもね。けど多分クッティさんがそういう立場になると、だって多分便乗していくんじゃないかな。先輩頑張れってやつでしょ。そう、やるんだよ。やるんだよ。ちょっとやれ。お前らもやれ。これただの酔っ払いのザレ事ですよ、今完全に。そうだね。これは聞いてたもん。ただもういい休みでした。いい休みでした。はい、なんか働いて、朝めっちゃ早かったけど、まさか7時半に柏にいることになると思わなかったけど、それも思わなかった。昨日だって長野から帰ってきて、うち着いたの1時過ぎやね。ということで、ナボカチャンネル初のミサコオンリーでございました。伊達ちゃん、クキちゃん、クキちゃんだって。伊達ちゃん、クッキーがいないとやっぱ寂しい。寂しいですね。なんか突っ込まれてなんぼになったんで、気づいたら私。次は 3人で来たいので、ぜひそちらもお楽しみにしてください。ということで、朝のテンションとはガラッと違う酔っ払いですが、風呂入りなのですっぴんに戻ってる市場でした。